こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。下の親知らずを抜けば受け口は治るのでしょうかということです。はじめまして、受け口に悩んでいる高校2年生です。私はエラがあまり出ておらず、顎というか口の中が小さいみたいです。なので下の親知らずが歯茎に邪魔されてきれいに生えないので、生えないと診断を受けて、今年の3月に下の両方の親知らずを抜く手術をします。そこで質問なのですが、この親知らずを抜くと受け口はマシになるのでしょうか。回答よろしくお願いいたしますということです。親知らずを抜くこと自体で、受け口がマシになるかと言われると、ちょっとそのままでは、相対的には関係ないというふうに思います。下の親知らずを抜くことで前の歯を押している状態っていうのが、防げるということですので、そういった面ではそれ以上悪くなるのを、止めるということが、一番大きいものかなと思います。親知らずは実はこう、上の親知らずはこういう回転をして生えてくるんですが、下の親知らずはこういう回転ですね。簡単に言うと、前の歯を押しながら出てくるという形の力が強くなってきます。そのために下の親知らずがあることで前の歯を手前側に押さえつけているということが多いので、下の親知らずを抜くと、前歯がさらに悪くなるというか、これ以上前に出るというのを防いでくれるという面では早めに抜かれた方が親知らずはいいのだと思います。ただ、現状でもう受け口になっている状態が、じゃあこの歯を抜いたから変わるのか、そう言われるとちょっとそこのところのところにはあまり、力的には働かないことになるかなと思います。現状より悪くなるのを防いでるというふうに思っていただくのが一番いいかなというふうに思いますので、以上ですがよろしくお願いします。